皆さんこんにちは、アイです。今回の動画はですね、私が今夏に向けて今ダイエット中なんですが、運動を一生懸命やっているということで、気分を上げるために可愛いトレーニングウェアをいろいろ頼んでみました。今回はそれのレビューをしていきたいと思います。今回は一つのブランドでいくつかのスポーツウェアを買ったんですが、今回はこのブランドで買いました。っていうことで、もう喋るよりかは早速見せていった方がいいかな。ということで1着目着てきます。はい、着てきました。上の商品もアンダさんのブラトップなんですけど、見えにくいんですけど、こんな感じの真っ赤な、これが本当に生地が見えるかな、めちゃくちゃ薄くて、もう本当にただのゴムを体に貼り付いてる感じ。なんかね、着てる感じがしない。すごいフィット感がめちゃくちゃいいですね。パンツラインはちょっと出ちゃう感じがするけど、この私は Y ゾーンが全然見えないっていう、このフィット感がすごく気に入りました。続いて2着目着ていきたいと思います。はい、続いてのレギンスはこのオレンジのレギンスです。で、これがさっきとちょっと違ってハイウエストだけど、さっきの結構ハイウエストぐらいの多分レギンス。これもさっきと同じで、すごく薄くてフィット感がすごい強いので、めちゃくちゃ着やすいです。色がまたね可愛いで、さっき黒に合わせたんですけど、私はこの下だったら白とか、ちょっと同色系のものを合わせた方がいいかなって感じで白を合わせてみました。でもこれがちょっとだけ多分色が淡い色だから、ちょっとその下着が透けちゃう気がするので、そこだけはちょっと要注意で、下着選びも多分気をつけた方がいいかなって感じはします。デザインがめちゃくちゃ可愛い。これなんか私服とかでも着れそうですね。こんな感じです。소개부터할게요. 소개요? 네. 제니, 네. 제니 선생님입니다. 아이랑 팔결제수업을 하고 있는 제니입니다. 오래됐죠. 예쁘죠? 어깨 내려서 보이는 바르고 누르면 좋고 둥글게 손을 땅에 갖다 해서 조금 내려주면 쭉 올라와서 이거를 집에서 7개, 10개, 12개 3세트감사합니다. 고생했어요, 아이. 지금유산소20분終わりました。もう汗が止まってない。やばいよね、恐怖の筋トレが始まります。今日で9回目の授業が始まります。今有酸素を20分間やってきました。ファイティーン。
で9回目の授業が終わりました。早かった。明日で最後なんですが、実は9回目にしてやっとこの中の腹筋たちが見えたしました。そしたら明日最後の授業を終わります。家に食べるものがなかったので、今日のお昼と夜ご飯は玄米ご飯のしらすです。シスですが、いただきます。皆さん、今日で私のビキニに似合う体づくりプロジェクトが終了いたしました。お疲れ様でした。きっと動画でも伝わったぐらい大変な思いをしながら10回という運動、フィットネスを受けたんですが、果たして私の体はどう変わっているのか。運動を始めますっていう動画を撮った時と同じ服を着て、ちょっと同じ場所に立って食べてみたいと思います。いきますよ。どうですか。そしてそして、なんとここの腹筋の線が見えますか。腹筋の線ができたんです。ほらほらほら、腹筋の線ができました。嬉しい。お腹も結構へっこんで、で途中でちょっと運動しすぎちゃって、お尻が本当にこう、お尻の横の筋肉がちょっと伸びちゃったみたいなことを言われて、で途中からお尻の運動があまりできなかったので、お尻の変化がこうあんまり感じ取れないかもしれないんですが、ここのお腹周りまあ、だいぶこの線もできて、ここにも線ができて、あと結構目で見て分かるのも、顔は食事制限も一緒にしてるので、顔が結構すっきりしたなっていうふうに思うんですが、どうですか。こんな感じで皆さん成功と言っていいでしょうか。で今回その体重も一緒に測っていきたかったんですけど、なんと体重計が壊れてしまって、体重を測ることができませんでした。まあなので、そのまだビキニを着るまで時間がまあ1週間ぐらいあるので、もう少し食事制限と、あと先生と一緒に運動しながら教えてもらった筋トレとかをまだ続けて、体重計があるジムとかに行って体重測れたらまた皆さんにお知らせしたいと思います。で今回全然時間がない中で、ずっと先生も一生懸命教えてくださり、毎日毎日一生懸命運動してきたので、本当に先生ありがとうございました。これでビキニが着れると思います。やっぱ夏に向けてダイエットするって言って食事制限だけいつもしてたんですけど、やっぱ運動すると体がどん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 こう引き締まって、なんかスリム、筋肉がついたなっていうのが分かってくるので、そこが運動の魅力なのかなと私は今回なんかハマりそうです、まあ、ということで皆さん、今回目標達成、まあ、目標はビキニを着るっていうことだったので、まあ、その達成までということは、ビキニを着るまで皆さん次回私の運動した体でビキニがどういう風にビキニをどういう風に着れるか、皆さん期待してください。
それでは次回会いましょう。じゃあねー。